これらのトラブルは全て海外で日本人が体験したことです。カナダ留学中に急病になり、救急車で搬送。日本から家族が緊急渡航。入院後、日本へ医療搬送。治療費などの総額は？なんと3,890万円。その他にも旅行者の事例を含めると、このような事例は多数存在します。支払い保険金はこんなに高額に。このようにカード付帯の旅行保険では足りません。十分な保証内容の海外旅行保険に加入するようにしましょう。アメリカ長期留学中にボーイフレンドからの DV 被害に遭った。ルームメイトやホストファミリーからのセクハラを受けた。暴力や性暴力は現地大使館、総領事館へ相談に。異文化での慣れない生活やコロナ禍のストレスで心身の健康を害してしまった。人に頼ることが留学成功の鍵です。家族や友人に言えないときは、気軽に NPO や海外安全ホームページ掲載の相談窓口に連絡しましょう。休日に繁華街を歩行中、スリ、ひったくりなどの被害に遭った。貴重品を持ち歩かない、目立たない、周囲を警戒するなど、常に防犯の意識を持ちましょう。デリバリーサービスや医療関係者、政府関係者になりすました強盗が家に侵入しようとしてきた。自分で頼んでいない来客は疑いましょう。絶対に鍵を開けないこと。急な暴動、クーデター、テロ、自然災害に巻き込まれた。現地の治安や社会情勢にアンテナを張りましょう。外務省旅レジ、または在留届に登録すれば、現地の最新の安全情報が送られてくるので、必ず登録を。留学中にフィッシング詐欺の受け子役をやってしまい、有罪判決。ある留学生は、ある国で仕事があると誘われ、何も知らずに渡航。現地で事務所に連れて行かれ、毎日日本の個人宅に電話をかけて、お金を騙し取るよう監督役に見張られている。その生活に嫌気がさして逃げ出したものの、旅券は監督役に取られてしまい、所持金も底をつき、帰国もできない。そんな SOS が来た事例も。割のいい仕事の誘いには裏があります。注意してください。現地では合法だとしても、日本人が手を出すのは NG と分かりつつ、誘惑に負ける例も。北米に留学中の男性3人が交通違反で警察に車を止められた際に、麻薬所持が発覚し逮捕された事例もあります。誘われるがままに軽い気持ちで、ついちょっとした出来心から人生を棒に振りかねません。気を引き締めて。これらはほんの一例です。あなたの身に起こらない保証はありません。だからこそ留学前、絶対にやるべき3つのことがあります。まずは、3ヶ月以上滞在する方は在留届、3ヶ月未満なら旅レジに登録、そして保証内容が十分な海外旅行保険に加入すること。さらに外務省の海外安全ホームページで海外安全動画や虎の巻をチェック。海外安全ホームページには在留届や旅レジの登録はもちろん、事例動画、留学先での安心安全への備えや連絡先、役立つ情報が詰まっている虎の巻など情報が満載。旅レジなら LINE 登録もあります。日本では体験できないことを経験させてくれる留学は、あなたにとってきっと貴重な財産になります。だからこそ、準備を怠らず留学を成功させるために、外務省の海外安全ホームページをチェックしましょう。